コミュニティプレイということでですね、今日は、蒲田カップ決勝トーナメント当日ということで頑張っていきましょう。はい、お願いします。お願いします。蒲田カップちょっと知らない方もいると思うんで簡単に説明すると、まあ、今大会はジョッポの大会ではなくて、あの蒲田さんというすごい有名な方がですね、あの開催している、まあ、ちょっとお祭りみたいな大会になっていて、あの賞金、優勝したら賞金100万円と、うん、あのプロは出れなくてアマチュアしか出れないという大会になっています。はい、でルールが10ポイント対決ということで、あの誰にでも勝てる試合を作ろうという大会を作ろうということで、10ポイントなんでもう本当すぐ終わっちゃうんですよ。うん、だから本当誰にでもチャンスがある大会なんですね。だから誰にでも100万円取れるチャンスがあるっていうか。そうですね。はい、まあ、詳しい、蒲田カップについてはあの1回目の動画で説明しているので、ぜひそちらの方ご視聴よろしくお願いします。はい、はい、で昨日はあの予選リーグ、あの見事1位通過で勝つことができて、で、まあ、今日ドローが発表されたんですけど、まあ、ドローがあれなんですよ、もうシードとかないんで、うんうん、ランダムなんですよ。はい、そしたらまさかですね、全員ふわーって固まってそのなんていうんだろう、ジョップとか出てるメンバーがふわー固まって、うん、大学チャンピオンとかともすぐ当たるドローになってるんですね。おー、で1回戦からめちゃくちゃタフで僕、うん、1回戦が岡垣康介選手、はい、あの昔からすごい仲良くしてもらってるんですけど、あの康介選手はもともと法政大学のエースで活躍、キャプテンとしても活躍していて、うん、あの大学でもすごい本当トップになってる選手で、こうなんかね、めちゃくちゃこなんか強い選手とかにも勝ってるんだよね。プロの強い、めっちゃ強い選手とかにも勝ったりとかしてて、うん、まあ、とりあえずめちゃくちゃ強い選手だと、はいはい、いうことで、まあ、10ポイント選手なんで、ほんと序盤からやっぱこうギア上げていかないとやられてしまうと思うんで、しっかりそこを対策して頑張っていきたいと思います。はい、ということで、僕のぜひスポンサー、新しいスポンサー様の紹介動画をぜひご覧になってから試合動画見てください。僕の新しいスポンサー様の紹介動画へどうぞ。ガルキプレイということでですね、動画の途中なんですけど、今日はですね、皆さんに重大発表がありまして、ぜひ最後までご視聴お願いします。なんとですね、新しく吉田ゆるチャンネルスポンサー様がつきました。ありがとうございます。はい。ですね、新しいスポンサー様の企業様の、まず名前なんですけど、スターティングラインコーポレーションという企業様になります。今回ですね、スポンサーをしてくださるきっかけになった理由なんですけど、僕がスポンサーを募集しているという、動画を投稿したんですけど、そちらの動画を、見てくださり、今回このような経緯に至りました。で、今回ですね、スターティングラインコーポレーション様が代理店として取り扱っているウォーターサーバーを皆さんに今日は紹介していきたいと思います。で、こちらのウォーターサーバーのまず名前なんですけど、サクッとウォーター様が取り扱っているウォーターサーバーです。で、こちらのウォーターサーバーなんですけど、今僕1ヶ月間ぐらい使用してみたんですけど、一言で言うとですね、めちゃくちゃ素晴らしいウォーターサーバーになっています。ほんとお世辞抜きで、マジでめちゃくちゃ素晴らしいウォーターサーバーです。まあ、何が素晴らしかったかっていうとですね、まずですね、従来のウォーターサーバーっていうものは、まあ、こう、なんか6リットルとか7リットルぐらいの、お水をここに取り付けて、っていうのが普通のウォーターサーバーだったと思うんですね。ただ、今回のこのサクッとウォーター様のウォーターサーバーっていうのは、今大人気の水道水をですね、ただ入れるだけで美味しく飲めるという、もうめちゃくちゃ、コスパがいい、そして簡単なウォーターサーバーになっています。なのでこれ、重いじゃないですか。ゴミも出ますし。ただ、もう簡単に普通ウォーターサーバーこう、をつぐだけなんで、ここに。こちらにつぐだけなんで。で、美味しいお水が飲めるという。はい、素晴らしいまず商品になっています。で、お味の方はどうかというとですね、本当に天然水と変わんないんですよ。マジで天然水と変わんない。で、あとですね、これ何がいいかって、最初の組み立てがめちゃくちゃ簡単なんですよ。僕が昔使ってたウォーターサーバーって、なんかいろいろボタンを押したりとか、結構正直めんどくさいことあったんですよ、最初。ただこれって、取り付けがこれ3分とかで終わるんですよ。ガチで。めちゃくちゃほんと簡単になっています。で、あとですね、なんでこんなに美味しい天然水が飲めるかというとですね、カートリッジがですね、嫌なですね、水道水のカルキ臭をしっかり除去してくれるということで、それですごいほんと美味しいお水が飲めるので、すごいほんと安心して、嫌な癖のある水道水の味が全くしないので、めちゃくちゃ便利になっています。で、やっぱウォーターサーバーって、僕ほんとにずっと思ってたのが、結構来るんですよ、電話とかで。ウォーターサーバーどうですかとか結構来るんですけど、結構断るんですよ。もう別にいらなくねって、普通にペットボトルでよくないって思うんですよね。僕もそう思ってました。ただ実際にこれ1ヶ月間使用してみて思ったのはマジで便利です。本当に。まず朝起きて、僕このスポンサーしていただいてるバイタさんのプロテインだったりとか EA 飲むんですけど、もうこう自分のさ、シェイカーをここに置いてすぐ作れる。
で、冷たいお水が6度で出るので、で、温かいお水も85度で出るという。ローリもできるっていう。で、本当に便利なんですよ。夜ちょっと寝る前にちょっとお水飲みたいじゃないですか。その時に、わざわざペットボトルから飲む必要ないです。ここにコップポッとやって飲む。もう本当にゴミも出ないし、最高のウォーターサーバーになっています。はい。じゃあちょっと飲んでみましょうか。はい。ちょっと。はい。ちょっと飲んでみましょうか。はい。はい。はい。飲みましょう。はい。じゃあちょっといただきます。簡単でしょ？あ、めっちゃうまいっすね。めちゃくちゃうまい。なんでだ、別にその、なんか特別なお水の味がするかっていうわけではないんですよ、もちろん。普通の水、ザ天然水。もう全然嫌な味が、本当にしないです、水道水。なので、めちゃくちゃコスパもいいんで。で、あとこれ、例えばここのカートリッジが汚くなったらどうすんのっていう。これ、半年間で、無料で交換してくれるので、その汚くなっても、ちゃんと交換してくれるっていうサービスがついてるので、心配ありません。で、こちらお値段なんですけど、なんと税込み2680円です。はい。2680円ですよ。皆さん。はい。ジャパネット吉田より、なんと2680円で今回ご提供いたします。普通のウォーターサーバーっていうのは、2980円とか3200円とかするんすよ。皆さん、もう一度言いますよ。2680円です。本当にこれ、すごいですよ。何人だって無料でフィルターも交換してくれる。お水も飲み放題。ただ、水道水を入れるだけ。取り付けも簡単。それで 26%。めちゃくちゃ安い。そして、なんと今回、こちらの動画を見てくださった方にはですね、概要欄から100に僕の誕生日をコードを入れてくれるとですね 10% オフでご提供いたします。あ、間違えた、 10% オフじゃなかった間違えました。初期費用がかかりません。はい、すいませんでした。今のちょっと間違いです、今の。はい、初期費用がかかりません。初期費用で最初3000円くらいかかるんですかね。3000円弱くらいかかるんですけど、そっちがかからないので、最初の月の2680円払ってもらえればもうすぐ使えるっていう。だからダブルでお金がかからないので。笑っちゃった、今。ごめん、マジでごめん。全然いいよ、全然。ちょっと待って。全然いいよ。吹いちゃったよ、なんか。全然いいよ。怖い、マジで。はい。このユーモアも含めての、はい、吉田よりチャンネルということで。本当、嘘なしで、ナチュラルにですね、これ、スポンサーさんは紹介してるので、やっぱ嫌らしいじゃないですか。ただ文章を読むだけだったら。自分の言葉で説明した方が、やっぱこう、ナチュラルに撮影してるので、本当に、自信を持って皆さんに。ご提供できます。で、スポンサー様が新しくついたということで、ちょっと長くなってしまったんですけど、どうか。本当に、僕の活動を支援してくださったり、サポートしてくれる、本当に素晴らしい企業様なので、丁寧に、今回はですね、ご説明させていただきました。ぜひ、皆さん、興味がある方はこちらの、ウォーターサーバーご購入よろしくお願いします。はい。皆さんが買ってくれることによってですね、また、スターティングラインコーポレーション様が、吉田のスポンサーもっとしたいなーって思うかもしれないので、ぜひ皆さん僕のことを、これを助けてください。本当に、自信を持っても、本当に僕をお勧めできるので、ぜひ皆さん、吉田よりのことを応援したい。そして、このウォーターサーバーを買いたいという方ですね、ぜひ、こちらのウォーターサーバー、ご購入、お願いします。大変長くなってしまったんですけど、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。ということで、試合動画へ、どうぞ。
ナイスショナイスショ。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと頑張ってくれ。ありがとう。ありがとう。ハルトキシ。おめでとう。楽しかったな。いやー、すごかったね。やりました。ありがとうございます。おめでとう。ちょっとめっちゃ楽しかったですね。そうだね。すげえ楽しんでたわ、俺。いやー、岡垣選手はすごい昔から練習してもらっている選手で、さっきオープニングでも言ってある通り、すごい仲良くしてもらってる選手なんですけど、まあ、今引退してるんですけど、昔すごい本当ボコボコにされてたんで、めちゃくちゃ嫌なイメージが残ってて、すごい本当にやりづらかったんですけど、自分のテニスのレベルは上がってるって信じた結果、強くなってるって信じた結果、しっかり自分のいいプレーをすることができて、はい、10ポイントですごい緊張する戦いなんですけど、そこもしっかりメンタルで跳ねのけて、内容的にも本当すごいいい勝ち方で勝てたと思います、うん、はい、途中すごい本当に相手選手もすごい本当にいいプレーしてきて、危ないなって思ってたんですけど、それでもやっぱ自分が折れずに、やっぱ攻める攻める攻めるっていう、逃げなかったね今日は、ディフェンスで。そうだね、やっぱアグレッシブアグレッシブアグレッシブで前に取ったりとか、やっぱ展開がすごい増えてきたおかげで、すごい本当テニスのレベルが上がってて、はい、格上っていうか、こうすごい強い選手にも勝てるようになってきたっていう理由が、やっぱそこのネットプレーの質だと思うんですよ、うん、前に入って1回さ、うぇーってやつもあったじゃん、おー、うん、あれでも昔だったら後ろで絶対待ってんじゃん、はいはいはい、あれとかもすごいやっぱり成長 してるなと思って、本当内容的に本当よかったです、はい、まあ、ちょっとすぐ試合2回戦始まるんで、ちょっと切り替えてまた頑張っていきたいと思います、はいと、はい、いうことで、僕のスポンサー様のテニサン様、ギフタンメン様、浜松の東岸家様、そしてバイト様、そして株式会社スターティングラインコーポレーション様、いつもサポートありがとうございます。僕のこの T シャツも応援グッズとして概要欄から発売中なので、ぜひ応援していただける方はご購入よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ゴルフプレイということでですね、今日はカウンターカップ出場しているということで、決勝トーナメント試合2回戦になっていきます。お願いします。お願いします。